今日はヨヘの紫陽花園に来ました。沖縄は一足早く梅雨入りしましたが、最近全国的にも梅雨入りしましたね。梅雨の時期にぴったりの保育園で大人気の紫陽花ゼリーを作ろうと思います。2色のゼリーがキラキラ輝き、見た目もとても綺麗ですよ。まず寒天を用意します。粉寒天を使います。お鍋に粉寒天入れていきます。でここにお水も入れていきます。で弱火にかけながらこの寒天を煮溶かしていきます。まじまじする。コタのさ、ゴムベラも持ってこよっか。寒天でゼリー作る時のコツなんですが、この寒天をしっかりと煮溶かすっていうのが大事です。これがあまり沸騰していない状態で火を止めてしまうと固まらなくなってしまうので、この寒天がしっかりと溶けて沸騰し始めたなと、泡がねブクブク出始めたなと思ってからだいたい2分ぐらい加熱をしていきます。このブクブクっていう風にな状態で、あんこたんもやりたいよね。やろうやろう。じゃあこれね、あっちっちだからね、しっかりとこれを煮溶かすっていうのがまず一番大切なポイントです。でこの温かいうちにお砂糖を加えていきます。お砂糖もね、しっかり溶けるように温かいうちに加えていきます。おっと固まってるちょっと待ってね、こういったも見たいよね。温かいうちに混ぜるとね、砂糖のダマが溶けます。今日はこのリンゴとブドウジュースを2種類作ります。2種類用意してください。でここにジュース加えていくんですけど、もう一つ大事なポイントがあって、冷たいまま混ぜてしまうとこれが固まっちゃうんです。固まっている部分がところどころできてしまって、こうブツブツとしたザラザラとした仕上がりになるので、必ずジュース加えるとき、このジュースは常温に戻しておいてください。で時間がないときはレンジとかで温めて、人肌ぐらいに温めたものを入れていきます。なのでこれはもうね、常温になってます。どっちがいいことは、どっちからやる？こっち？ぶどうからやる？ぶどうからやろっか。じゃあいくよ。ブドウジュース入れていきます。おぉ、何色だ触っちゃうよね、最近お水遊び楽しいから。あ、わかった。じゃあコタのさ、コタちゃんここに入れとこうあー、手で触ったら大変なことになる。いい匂いするね。どんな匂いする？美味しそうな匂いするね。これゼリーで使うからさ。そうそう。でも火を止めた状態でこのジュース、まずグレープジュースから加えていきます。いい？まだリンゴも作るから、ことちゃん混ぜていきます。あ、もう固まってる、固まってるとこがある。あやってしまった飲むと思ったらひっくり返した大変なことになってるわお豪快だね、コタちゃん。よし、こんな感じでしっかりと混ぜてこれを冷蔵庫で冷やし固めるので型に流していきます。わあ、美味しそうだね、コタちゃん。これは一旦冷蔵庫に入れますちょっと待ってね、こと。ではリンゴジュースバージョンも作っていきます。リンゴ味のね、2色の色で作るとすごく綺麗になります。コタン、ここに入れる？これなんだ。そして、あ、まだ嘘でしょ、そのまま直接飲もうとしてる。どうぞこのまま飲んでごらん。遊びたいの？
そうやって飲むの？独特だね。飲み方が独特よ。じゃあはい、測ります。リンゴジュースね。あーちょ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 、待って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 、あっもうこれはちょっと私がいけない、もう私のミス。ちょっとさ、タオル持ってくるから待ってて、こと。いやさあ、気を取り直してやりましょう。作り方はね、さっきのぶどうと全く一緒です。粉寒天をお鍋に入れて、お水で溶かします。もうさ、足がさ、ベトベト。めちゃくちゃ思いっきりかかった。いい匂いするでしょ、こた。これが1歳半のこと、子と親子のこのリアルですね。こたんちゃん満足そうな顔して。ちなみに保育園で作るときは、このジュースが 100% のものを選ぶといいです。果汁 100% の方が栄養密度が高くなる、ビタミンとかが取りやすくなるから 100% を選ぶといいです。沸騰するまでかき混ぜましょう。しっかり沸騰させてから2分くらいこのまま沸騰した状態を保って混ぜていきます。こたも混ぜ混ぜしてよ。混ぜまーじに練習して。暑いからね、これは今日はね。しっかり煮溶かしたら火を止めて、温かいうちに砂糖を加え混ぜていきます。リンゴジュース加えていきます。これでやりたいって。まだある、まだある。これこれ飲むんだよ。じゃあしないよ。なんだ、なんだった、こた。ん、あっち、あっちだった、あっち行った、飛んでったね。ではこのリンゴの方も別の容器に入れて冷やし固めていきましょう。暑いからね、ことね。まだ暑いから一緒にやるときは気をつけてください。結構ね、手が伸びるんだよね、ことちゃんね。で、さっきのぶどうジュースの方がまだね、冷蔵庫これから入れるんだけど、こんな感じでもうね、すでにプルプルプルと固まってます。リンゴと一緒に合わせて冷やし固めていきましょう。綺麗だね、ほんと綺麗。目隠れちゃう。ここ見てなくて、ゼリー2色美味しそうにできました。これをね、あとは刻んでいきます。アジサイの形にしていきましょう。よし、ズリー、なんだろうね、これ。こた、よいしょ。これなんだ。こたも混ぜ混ぜしてよ。じゃあこの上で、これを小さな角切りにしていきます。そうするととっても綺麗なね、お花、花びらのようになります。あ、なんかちょっとさ、ちょっと変ななっちゃった。あれ、こた早いの食べちゃった？もう。で、こ
これを大きなボウルの中に入れて混ぜていきましょう。おお、きれい、キラキラでよかった。おかわりですか。気をつけて。自分で取ってごらんじゃ。直接食べてんの、ポタちゃん。ここに入れてごらん。美味しいよね、ゼリー。ゼリーも同じように小さい角切りにしていきます。ね、全部なくなっちゃうんじゃないのこれ、混ぜる前に。豪快ですね。ぶどうが入ります。あら、こと見て、ほら、おー、きれい、きれいだね。2色混ざると、これこうやって混ぜるからさ、こたちゃん混ぜて、混ぜまーじしといて、混ぜまーじ。ね、おやつで食べようと思ったのにもうお腹いっぱいになっちゃうね。2色同じボウルに入れて混ぜ合わせるとすごくね、あの紫陽花のような綺麗な花びらの形に見えます。とっても綺麗。あ、美味しいね、美味しいね。ごちそうさまでしたの。もういらない、お腹いっぱいになった。さん、はい、時計が鳴ります。ボンボンボン、おいしいおやついただきましょう。お、いつもと違うね。それでは皆さんご一緒にいただきます。いただきます。もうさ、お腹いっぱいになってんでしょ、こた。食べる。あれ、食べる。食べるんだった。おいしい。また自分のこれをこれでやる。あれ、手で使う。いただきます。うん、おいしい、おいしい、おいしい。これはおいしいね、おいしい。うん、リンゴの酸っぱさとブドウの甘さがミックスされるから見た目も可愛いんだけど味もすごい美味しい。美味しいね、これ。あとそんなにこう、あの仕上がりが硬くないので、これぐらいの、こたぐらいのね、お子様でも安心してこのゼリーあげて大丈夫です。とっても可愛いね、これ。うんうん、美味しい、美味しいだね。これはパクパクいっちゃうよ。わかるわかる。おいしいね。うん、おいしいね。みんなも作ってねってこと。バイバイ。こと、バイバイは？バイバイ。うん、みんなも作ってね。まあまあまあ。短かったね。またやろうね。また作ろうね。